フリーナとの相性がいい。いや、召使いはフリーナと合わせてもいいけど、合わせなくていいんじゃないかなっていうのが私の見解だな。フリーナってさ、フリーナって体力が増えたり減ったり、チーム全員の体力が増えたり減ったりするほど味方にダメは含まれます。で、召使いは体力回復できなくなるので、固有テンプでね、これ悟れるものは狂月のみの固有テンプの効果で、回復できないんで、フリーナのテンション溜まるスピードがね、どうしても遅くなっちゃう。まあ体力半分までサロンメンバーが削るのもね、やっぱ痛いわ、うん、まあテンション上がりにくいってのもあるし、あと召使いをさ、どういうパーティー編成で使うか考えてみて。お前ら召使い使うときどういうパーティーで組む？召使い使うときに、まあ人によってね、いろんなパーティーあると思うけど、まあベネット入れる人もいるだろうし、アッシュブルーズ入れる人もいるだろうし、炎元素で火力出したいからカーザ入れる人もいるだろうし、まあユクアキとかイエラン入れる人もいるでしょ。で、火力、このパーティー編成の中でさ、火力出るキャラってさ、まあ、ベネットとカズハはサポートで、まあ、ゲランと召使い2人なんだよね、火力出てるの。フリーナってチーム全員のダメバフ上げられるから、どっちかっていうと4人全員火力出るパーティーの方がフリーナは強い。例えばなんかフリーナで4人全員火力出るパーティーって、例えばなんかある。追陣ややとか、まあ、ジン団長もさ、まあ、ちょっと元素チャージ効率意識したいけど、まあ、ライネンいればいいか。ジン団長も結構火力出るんですよ。スキルで 2万5000とか、爆発で4万とか。このパーティーさ、チーム誰でも全員火力出せるじゃん。フリーナの爆発のバフがライデンもヤランもジンもフリーナも4人とも活かせる。でもこのパーティーとか、まあ、この召使いをサポートするサポートキャラ入れてる時点で、まあ、カズハにダメバフ 100%、 ベネットにダメバフ 100% 入ってもさ、火力出ないじゃん。で、まあ、そもそもヤランっていうキャラクターはサイコロで場に出てるキャラクターの火力一人だけど、ダメバフ十分上げれるし、そう、なんかテンション上がるスピードも召使いいるとフリーナ下がっちゃうし、あとパーティー編成がどうしても召使いがキャリーする、召使いがめちゃくちゃ強くて、なんかベネットとかカズハとか、なんか水キャラとかシールドキャラでサポートしてあげるっていう編成になるから、そう、必然的にね、火力出るキャラが減っていくので、まあ、私はフリーナとの相性はね、そんなにいいとは思わん。入れてもいいよ、別に。あ、全然入れてもいいです、ちなみに。1突2突と、フリーナがね、星座進んでたらね、まあ、全然テンション溜まるんで、まあ、特に問題ないんですけど。あ、でもなんか、フリーナとの相性はすこぶるいいとは思わんかったな。お前、私と勝負や。ペロ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 。あー、いいね。いいよ。恥ずかしい。バイバイ。